質問来てた。日本のトップの弁護士事務所はどこですか？結論、弁護士数が一番多いのは西村朝日法律事務所。西村朝日法律事務所って現在弁護士が620人もいる。この西村朝日法律事務所と TMI 総合法律事務所、森浜田松本法律事務所、アンダーソン毛利友常法律事務所、長島大野常松法律事務所、この5つの法律事務所、五大事務所やビッグファイブなどと呼ぶことがある。この五大事務所の特徴は、日本経済を支える大企業の案件を中心に扱う企業法務事務所である。東大や京大出身の司法試験一発合格組はこの五大事務所のいずれかに入所するケースが多い。ちなみにアトム法律事務所は弁護士何人いるんですか？アトムっていう名前がついてるグループ全体で見ると30人。事務所は全国12カ所にある。規模的には中規模かな。中ぐらいなんですね。いや、うちは少数精鋭を目指してるから。アトム法律